はい。JLA のせいやです。はい。えー、っとね、えー、マスク、中国製のマスクなんですけど、えー、いろいろおファッションマスク、えー、発売されてまおります、えー。こちらはね、ドンキホーテで買ったやつです。えー、ファッションマスク、ポリウレタン株式会社 JC インターナショナルトレードっていうところなんですけど、この黒いやつ、これはね、問題なくね、あのー、 使える、えー、ものです。えー、これこっちかな。はい。問題ないんですけど、えー、気をつけていただきたいのが、あの、こちらになります。こちらのね、えー、商品。顔型密着新素材採用レギュラーサイズ、えー、3D 立体マスクってやつですかね。この、この、このマスクですね。えー、は、 あのー、買わない方がいいです。もし、えー、これね、花粉、風用とかってなってますけど、レギュラーサイズ。これ、198円ぐらいですかね、します。えー、した瞬間にこれです。はい。避けちゃいました。はい。で、これね、テレビとかでもやってたんですけど、300円のやつでもあるそうです。これ、一つで。 こういうことになっちゃうんで、あの、特にね、ファッションマスク買われる方、こういったものあるんで、あの、気をつけていただきたいな、と思います。はい。えー、それではね、あの、引き続きね、あの、stay healthy, stay home, で、えー、お過ごしください。